こんにちは。 AAB アナウンサーの金井哲馬です。ブラウブリッツ秋田がいよいよ明日今シーズンの開幕戦を迎えます。チームに関わるあの人たちも開幕を前に盛り上がっています。中島のジホッとお邪魔します。 BBSFC を知っていますか？今シーズンのユニフォームを着用しました。そして今回お邪魔するのがこちらです。皆さんブラウのユニフォームを着用されています。しかも私とお揃いの今シーズンのユニフォームの方もたくさんいらっしゃいます。ブラウブリッツのユニフォームを着るこの人たちは日頃スタジアムに集まるブラウブリッツのサポーターです。スタジアムの外でもなんか集まれたらいいなっていう思いもあったので、スポイン選手がフットサルやりたい人集まって集まった時に、もうちょっと続けたいんでフットサルやりたいねっていう仲間が集まってきたのがきっかけです。はい、チーム名は BBSFC。 ブラブリッツのサポーターでユニフォームを着ていれば誰でも参加 OK。 月に1回か2回練習しています。はい、はい、ブラウン推しの七尾です。シーンです。推しの選手は AAB5 番の中島です。あのポジションはフォワードを目指してゴールいっぱい決めます。上を狙いたい人はこっちの方で、サイドネットに刺したい人はこっちで。初心者はどっちから始めたらいいですか？こっちから行く、こっち行きますか。サイドネットへシュート。ここからは中島さんの活躍をお伝えしますよ。カレーの空振り、はい、あー、ゴールじゃなくて人に当てちゃったよ。サイドネットじゃないけどシュート入りましたね。もう見てイメージは完璧なんですけど、ズドーンみたいな感じです。こっちに向かってゴールしますか？はい、はい、ゴール前で待機して、あとは皆さんを信じてパスを待ちます。ゴール狙います。頑張ろう。今季選手たちに忙しい中お団子パフォーマンスできたらなと思います。見ててください。イメージはズドン。さあ最初のチャンス。あ、ゴール。オッケーオッケー、切り替えていこう。後方からのロングフィード、絶好のチャンス。逃げちゃった、逃げちゃった。皆さんパスを集めてくれます。そろそろ決めたい。あ、ちょっと待って、ごめんなさい、なかなか入らない。どうしたらゴール決まりますかね。どうしたらゴール決まる。はい、まあ、ゴールの方に体向けてシュートってもらえる。わかりました。ちゃんともう気合で、気合でねじ込んでください。わかりました、気持ちを強く。はい、気持ちを強く。はい、頑張ります。ありがとうございます。お願いします。さすがは高校まで9年間サッカー部だった斉藤さん、ズドーンと決めます。せーの。中島さんのコーナーキックを斉藤さんがダイレクトで合わせて初アシスト。あとはゴールだけですよ。みんながその時を待っていました。ナイスシュート。やればできる中島さん。お団子。そう、ずっと走り続ける体力とか絶対見れるっていう気持ちの強さとか、本当選手の皆さんすごいなって思いました。愛媛戦見に行かれる方いますか？はい。お、まず開幕戦ですし、選手も入れ替わりましたので、新しい吉田健のサッカーを見せてもらって勝利を見れることを期待しています。ブラブリッツ勝つぞ。おお、フットサルに参加したい方は BBSFC の SNS をチェックしてください。私もまたお邪魔します。中島アナウンサーのゴール素晴らしかったですね。今度は私も参加させてください。さて、来月のホーム開幕戦もクラブサポーターが一体となってその盛り上がりを広げていきます。秋田市のアトリオンに12日およそ70人のブラウブリッツ秋田サポーターが集まりました。この日はクラブが毎年行うファンサポーターミーティングの日です。
クラブがサポーターと同じ方向を向いてシーズンを戦うため、今シーズンの取り組みや来月に迫ったホーム開幕戦の集客策などを説明、サポーターと意見を交わしました。私たちの役割は どの辺になるのかっていうのがこう明確に分かったので良かったと思います。そして今年はクラブ創設15周年、これを記念し制作される15周年アニバーサリーソングをサポーターが歌うレコーディングイベントも行われました。作詞と作曲は福山雅治さんプロデュース、スコールが40万枚のヒットを記録した秋田市出身のシンガーソングライター松本英子さん。この後松本さんの歌でサポーターの思いが込められた歌詞が吹き込まれ、曲が完成するとあって会場は大いに盛り上がりました。自分もテンション上がりました。なんか完成がすごく楽しみです。15周年アニバーサリーソングは来月16日のホーム開幕戦で初披露されます。その後サポーターは周辺の飲食店や土産店を回り、今シーズンの試合日程が書かれたポスターを配りました。頑張っていただいて、秋田盛り上げてもらえれば。秋田一帯で応援ムードを高めようと、サポーターがクラブスタッフとともに中小路商店街や広小路商店街など6つに分かれ、ポスターの掲示をお願いしました。選手のこう頑張りが県民の皆さんの励みになりますので、さらにまた頑張って新しいステージに行っていただければと思ってます、はい、1時間で貼られたポスターはおよそ200件のお店や施設。とにかくなんかこう貼ってくれるのがこうみんなの目に留まってで、一人でも多くのこうお客さんがこうスタジアムに来てくれればって、そのために頑張ろうって思います。明日開幕戦を迎えるブラウブリッツ秋田、サポーターのボルテージは最高潮です。めちゃくちゃ楽しみですね、はい、勝利して、J1 プレーオフに向けて、スタートダッシュを切れればいいかなっていうふうに思います。 J1 昇格で、あとは前ホームで勝利を望めます。たくさんの方々のこう期待値というものを本当に例年以上に感じているので、その期待値に応えられるような素晴らしいシーズンにしていきたいなと思います。アカデミーから初めて日本代表候補に選ばれました。サッカーブラウブリッツ秋田のアカデミー組織から初めて U15 日本代表候補の選手が選ばれました。今まで関係してくれた人とかへの感謝の気持ちと、選ばれたことに対して嬉しく思ってます。ブラウブリッツ秋田 U15 に所属する中学2年の佐々木翔大選手は秋田市出身で身長184センチのゴールキーパーです。武器はミドルシュートのシュートストップとロングキック。チームの攻撃にも積極的に関わるのが特徴です。ブラウブリッツ秋田のアカデミー組織に所属する選手が日本代表候補に選ばれたのは佐々木選手が初めてです。日本のトップレベルでやれるということにとてもワクワクする気持ちがありますし、その中で自分の武器が通用するかというドキドキの気持ちもあります。佐々木選手は昨日までの5日間、千葉県で行われた U15 日本代表候補のトレーニングキャンプに臨みました。プロになって日本代表で活躍することが僕の、将来の夢でもあるんで、それの第一歩にできたらいいなと思ってます。ブラウブリッツの開幕戦は明日午後0時50分にキックオフ。相手は今シーズン J3 から昇格した愛媛 FC とアウェーで対戦です。そして来月3日に山口、9日に徳島と対戦、その後16日土曜日に仙台とのホーム開幕戦を迎え、20日には中3日のホームで栃木と対戦します。また毎年行われるルヴァンカップに今シーズン J2、J3 のチームも新たに参戦することが決まりました。ノックアウト方式で行われる戦い、
秋田の初戦は来月6日の蒲田マーレさぬき戦です。開幕、春休みは J リーグへ遊びに行こう。来月16日、秋田市のソユースタジアムで行われるブラウブリッツ秋田ホーム開幕戦、ベガルタ仙台との試合に1200人をご招待。ただいま応募受付中。詳しくは J リーグのホームページをご覧ください。いよいよ明日、ブラウブリッツ秋田が開幕戦を迎えます。愛媛でもパブリックビューイングでも配信でも勝利を信じて応援しましょう。キックオフ秋田、また来週。